曲がれ。はい、こんにちは、ピカーです。今日ね、引き続きアセットコルサコンペティオーネアセットコルサ2ですね、 PS4 で発売予定の公式発表ではないですけどね、そういう情報はあります。それのね、スペシャルイベントであるゾルダーのね、タイムアタックやっていきたいと思います。3ラップのね、スーパーポール形式でどのぐらいのタイムが出るかっていうのですね。今、はい、ピカーさんは86位ですね。昨日は71位だったんですけど、86位まで落ちちゃいましたね。2秒4の差。よし、これをね、今日はちょっとセッティングしながら詰めていきたいと思います。で、新しくね、このバージョンになってから、モーテックのロガーがね、使えるようになりました。で、そのモーテックのロガーを利用しながら、タイムアタックね、セッティングしながらタイムアタックを詰めていくっていうのをやっていきたいと思います。はい、やっていくぞ。はい、データロガーの説明していきますね。はい、今回からね、i2 っていうね、モーテックのロガーですね、データロガーが使えるようになりました。で、これね、前回走ったベストラップとセカンドベストを比べていますね。車速、回転数、ギア、ブレーキの踏み量、スロットルの回路、次のタブがスピード、ステアリングの打角、あとはエンジン回転のギアが何速で、でスロットルとブレーキの回路、これね、 G ラットが横 G で G ロングが縦 G ですね。なんでこれでね、ハンドルの切り量とか横 G のね、こうやってやるとアップになるからね、ここのね、例えばここのボトムの白がセカンドベスト、まあ色がついてる方がベストラップですね。まあスロットルでもこっちの方がゆっくり開けてんだよな。ゆっくり開けてて、何にこっちの方が遅いんじゃねえかって気がする。あれ、この区間こっちの方が早いんじゃないとかね、まあいろいろね、見えたりもしますね。で、横 G と縦 G のね、かかり方ね、横 G の出方もね、ベストラップの方が大きいなとか、まあそういう風にね、ちょっと分かるんで、これでね、セッティングしながら、まあ、フィーリングとね、確かめるっていう感じですかね。で、次が、これがね、アンダーステアを出してるか、オーバーステアを出してるかとかね、そういうのまで分かっちゃう。そういうのまで。あとは、回転数の分布ですね。これはエンジンをメンテナンスするときとか、エンジン作るときに、どの辺の回転数を使ってるかとか、あとはダンパーのね、どこまでバンプしてるかとかっていう。で、まあ、これもね、硬くすれば、多分これがね、この分散がどんどん小さくなっていくとか、あとなんかこの辺のバンプストップラバーのどの辺で止めるとかね、そういうことをやるんだろうね。まあ、セッティング関係で使うっていう感じですね。これも、サスペンションのストローク量ですね。車速に対する各ね、サスペンション4つある中のストローク量ですね。これちょっと今重ねちゃってるからね。2つのラップを重ねちゃってるから、まあ、こんな感じになりますね。トラックレポートはね、トラック図がなんかね、インポートまだちょっとするデータがなくてね、本当はトラック図をね、ちゃんとインポートすると、どこをどういう風にっていうのが出るんだけど、ちょっとそれがね、データがまだないかな。誰か作ってくれるでしょう。こういうね、モテックっていうね、データロガーを使って、比べられるというところまでできますね。こういうのもね、駆使しながら、今回ね、ちょっとタイム挑んでいきたいと思います。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。気合だよ、こんなの。曲がれ。こういうことだ。
はい、61位ですね。61位、1分30秒372。今の状態はリアのグリップが良すぎてダウンホースでバランスを取るとちょっとね、なんていうの、大げさに変わりすぎるから今ね、空気圧でちょっとリアのタイヤのグリップを逃がしてちょっと曲がりやすくしてタイム出したって感じだから、そうじゃないんだよね。この最高のグリップの状態で足でやんないといけないんだけど、足がねよくわかんねえんだな。次はちょっとね、空気圧を正常の状態に戻して足回りをきちっとね動くようにセッティングしていきたいと思います。さあ行くぜ。2個目失敗したな。いやー全然余ったな、タイヤ。全然じゃないけどちょっと余ったな。ここがな、どうやって速かったんだろうな。あー失敗した。タイヤが90度までいっちゃうな。いやー難しい、このタイヤどうすればいいんだ。あーいい感じ。ごめんごめん、言ったのに今欲張りすぎた。
あー無理だ、無理でした。いやーセットの迷宮にはまった。いやーセットの迷宮にはまったわ。61位止まりでした。いやーちょっとねオプトで行くとあとコンマ6ぐらい行ってるんだけど、まあ各セットのね早い場所早い場所があるからそれが出るとは限らないし、まあオプトで行かなくても同じセットでまあねマイナス4までは行ったから、まあコンマ4ぐらいは出せるけどセットが運転が難しすぎてコンスタントにね同じ走りができない。やっぱ試験のところがすごい難しい。本当に嫌いなんかさ。いやこれも本当にね難しいですね。やっぱ試験なしにしてほしい欲を言えばもう無理だわこれ。無理ゲー。あとだからなんかさインカットとかさもう壁にしてほしい壁に当たったら終わりで壁にしてほしいっつったら今度本当に壁に当たるかギリギリになったりとか、なんかねまあちょっとモータースポーツってそういうもんかなっていう気がしてこないでもないけどまあいいや、ダメでした。61位、世界61位でした。はい、またねこういうのやっていくんでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。